ちは朝日です。今日はですねこちら iHerb での購入品をご紹介していきたいと思います。この前ブラックフライデーのセールをやっていて全品 10% オフだったかなっていうタイミングがあったのでいろいろ気になってるものをねまとめて購入しました。まず一つ目はこちらです。アンドルーナチュラルズのクレンジングミルクですね。こうなんかクレンジングでこれっていうのがなかなか今のところなくって評価が良かったので買ってみました。でこれ面白いんだけどミルクタイプのクレンジングなんだけどなんか濡れた顔につけて使うタイプらしいのね。なかなかないよね。乾いてる手で使ってくださいっていうのはあるけどさ、このアンドルーナチュラルズはアメリカだとかなり有名なブランドで必ずホールフーズでは売っているオーガニック系のブランドです。シリーズによってこのカラーが違うんだけどなんかシアバターみたいな感じの香りがします。どれもいい香りがするんですよ。こちらがエイジングラインになってるのかな。こう乾燥肌とかカサカサしていたりこう老化とか小じわが気になるっていう人向けのクレンジングみたいで、あとはコエンザイム Q10 とかフルーツ幹細胞などが入っていてこう優しくね汚れを取り除いてくれるタイプらしいです。同じくバスアイテムになるんですけれどもこちらですね、ヘリテージストアのオーラグローというローズの香りのオイルになります。これをお風呂上がりの濡れている体にねつけるとこう保湿されてしかもいい香りがしていいよっていうのをしずかちゃんに教えてもらって、買ってみました。すごいいいローズの香りがしますね。濡れた肌になじませて体を拭いた後に肌を見るとねすごくツヤとしたなんていうのかなツヤ肌に仕上がるんですね。香りもすごく強いわけではないのでそんなに他のね香りつけるものの邪魔にもならないし、足とか私すごく乾燥しちゃうんでその場合はクリームとかプラスでつけるんですけれどもそれ以外のところは意外とこれだけでも十分保湿されるかなという感じです。で次からご紹介する3点も、しずかちゃんにねおすすめしてもらったものになるんですが、こちらの可愛いカンカンに入っているのが洗濯用洗剤ですね。すごい可愛いカンカンでしょ。なんか普段使ってるやつをこれにね入れ替えて使ってもいいんじゃないかっていうぐらいの可愛らしさ。しかも結構重くて1.5 キロで100回分が入ってるらしくってそれで約2000円弱ぐらいですね。いいよね。で評価もすごく高いです。こちらも使うのすごく楽しみですね。で同じく、洗濯用のものでミセスメイヤーズのクリーンデイっていう柔軟剤になりますね。で他にもねいくつかなんか種類があったんだけどいい香り、ゼラニウムの香りみたいですね。他にもねラベンダーやレモン、ローズマリー、バジルっていう香りがねあるみたいです。続いては同じく洗うもの関連になるんですけども食器用洗剤になります。結構食器用洗剤って物によっては手荒れしてしまったりとか敏感な方だと手袋とかつけて食器洗う方もいたりすると思うんだけれどもこれがハンドモイスチャライジングっていう風にねもう書いてあるんだけどねこう肌を保湿してくれたりとか、しずかちゃんも言ってたんだけどこれを使ってから手荒れがなくなったって言ってたのね。やっぱりいつも使うものだししっかりとね保湿ケアとかしてても手が荒れてしまうっていう方はこういうのを見直すのも大切なんじゃないのかなっていうふうに思ったのでね買ってみました。しかもかなりこれも重いよ、大容量。そして続いてはこちらです。ミセスメイヤーズのキャンドルを購入しました。先ほどの柔軟剤のブランドと一緒ですね。それのこれはバジルの香り、よくあるバジルの香りではなくっていい香りなんだよね。なんかフローラルっぽい感じでも確かにバジルっぽい香りもしないでもないかな。柔軟剤もそうなんだけどこのキャンドルもね評価が良かったのでよかったらまた別の香りもね試してみたいなと思ってます。続いてはこちらのマウスウォッシュを購入しました。これはねナミさんのiHerb購入品かなんかの動画で見て気になって購入したのね、前回それで気に入ってまた再購入したものになります。でマウスウォッシュって結構スースーしてもう本当に皮膚が痛いぐらいのものが多いと思うんだけどこれ全くそのスースー感がなくってないんだけれどもちゃんとスッキリするんだよね。こ
ちらもたっぷり 473ml でお値段が現在の時点で約1100円ぐらいっていうことで、これはまたリピートしたいなと思う一品ですね。続いてもナミさんの動画でリピート買いしたものになるんですけれども、こちらのツナ缶を購入しました。日本で買うオイルにひたひたに使ったツナではなくって、まんまのツナを食べれるのですごくヘルシーですし、私はこのサラダにね、上にもう本当にそのままボって乗っけて、ドレッシングかけて食べたりとか、簡単に一品作れるし、プロテインも取れるからね、すごくいいですね。でノーソルトなので味が全く本当にまんまのツナの味なので、味付けはね好きなようにできるっていうのもいいところです。そして続いてはこちらですね、ココナッツオイルです。これもリピート買いしてますね。でココナッツオイル自体すごい好きなわけではないんだけれども、そこまでココナッツオイルのきつい匂いとか味はしないので結構好きかな。続いては今回もサプリをいろいろ購入しています。で私もサプリをね飲み始めたの最近だし、すごい詳しいわけではないので、これを激推しするとかそういうことは言えないんだけれども、私なりにいろいろ調べて購入したものになります。まあ、なのでサプリもねこう体に入るものなので、私がね紹介するから買うっていうわけではなくって、しっかりと皆さんも自分で調べた上でいいなと思ったらね、ぜひゲットしてみてください。一つ目はこちらですね、オメガ3のフィッシュオイル。こちらはリピ買いしてストックで購入しております。フィッシュオイルに含まれる EPA DHA が入っていて、こう血液をねサラサラにしてくれたりとか、まあ、私にとってはこれを飲むと便通が良くなるっていうプラスアルファの効果があるので好きで飲んでいます。続いてはこちら、炭水化物の吸収を抑えるカーボブロッカーというサプリを購入しました。こちらがパスタやパン、その他炭水化物が豊富な食品を食べる人のために特別に作られているもので、たくさん食事を食べそうな時の前に飲むと、その炭水化物糖の吸収を抑えてくれるっていうものだと思います。こういうの試したことなかったんですけれども、私冬はすごく食欲が旺盛になってしまうので、忘年会とか、絶対大量に食べるだろうなっていう時のためのなんかおまじないみたいな感じで飲もうかなと思っています。まあ、これを取ったからといって痩せるっていうわけではなくって、単純にその時の糖を抑えてくれるっていうだけなので、そこは少し注意した方がいいかなっていうポイントですね。続いてはイースター C というビタミン C のサプリもね買ってみました。で前にこちらのアライブっていうマルチビタミンを購入して飲んでいたんですけれども、これがねあんまり私好きじゃなくって、評価とかはすごくいいし、しっかりといろんなビタミンが入っているのでいいと思うんだけど、私なんかね胃がもたれちゃうんですよね。これ飲むと全然いい匂いしなくって、そのなんか変なこの香りがずっとこの上がってくる感じがして苦手なので、ビタミン C って水溶性で体から流れやすい、おしっことして出やすいんですけれども、それが緩やかにちゃんとビタミン C が入ってくれるっていう感じの加工がしてあるサプリらしいんですよね。まあ、そっか、粒の大きさ見せてなかったですね。第一関節ぐらいあるかなり大粒のサプリになっています。香りは特になくって飲んでいてもムカムカしなかったので、これだったら飲めるかなっていう感じ。ちなみにさっきのカーボブロッカーも、はい、こんな感じでかなり大きいソフトジェルカプセルになっています。これを2錠飲みますね。続いてはナオの B50 を購入しました。ビタミン B 群が全て入っているサプリになっています。最近私あるテストを受けて栄養について改めてね勉強し直した時があって、あ、ビタミン B ってすごく大切だなっていうのをその時ね思ったんですよ。食べ物とかでね取れるのが一番いいんですけれども、やっぱりそれだけだと私の食生活を見直した時に足りてないなっていうのをすごい感じたので、ビタミン B はねサプリで取ってもいいかなと思って買ってみました。ビタミン B1、B2、B6、B12、 こういうのは大切ですよね。あとビオチンも入っていたりします。こちらは若干小さくって日本のカプセルぐらいの大きさですね。まあ、ただちょっと匂いがね独特ですね。なんか卵の黄身みたいな感じの匂いがします。そして残りの2つはまとめてご紹介しちゃおうかな。女性には欠かせないマグネシウムと亜鉛を購入しました。
ました。こういうミネラル系ってしっかりとそのサプリ自体に加工がされてないとちゃんと吸収されないっていうのをこう調べてたりすると見ていて、まあ、そんな中でも評価もよくってしっかりとねそういう加工がされているタイプのサプリだったのでこちらはね試しに買ってみてみました、まあ、ただもう今見てわかると思うんですけどもサプリありすぎるのでこんなに私毎日絶対取れないからそんなにねこう負担がないぐらいに続けようかなっていう感じです。ということで以上が今回のアイハブでの購入品になります。アイハブ本当に見出すとキリがないぐらいねいろいろ気になるものがたっぷりあるんですけれども皆さんのね購入の参考になればと思います。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画へのグッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。じゃあねー。